はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。昨日、おとといあたりでしたっけ、この中国がですね、日本の水産物の輸入禁止をですね、やめてですね、再開すると、輸入を再開するというニュースが流れて、ちょっくらびっくりしました。私はですね、メンツを大事にする国がですね、1年ちょっとですよ、1年ちょっとですね。でまさかね、1年ちょっとでその撤回するなんてことは普通は私が知る限りないんですよ。2010何年やったかな、6年か7年に韓国がね、サード高高度ミサイル防衛システムというのをパククネ時代に入れたんですよ。でですね、それでその後ですね、これは何の政府の発表もなしにですね、報道もなしにですね、韓国に対してですね、嫌がらせを始めたんですね。その一つがですね、団体旅行を行かせないと。旅行者に団体旅行、韓国行きの団体旅行は禁止と。まあ、禁止という名分でこう通達したわけじゃないですよ。でも、一応事実上禁止したわけですよ。で中国へですね、ゲーム機を韓国製を入れない。で韓国のタレント、韓流タレントを中国で仕事させないというですね、分かりやすいこうあれですね、制裁を課したんですよ。どれもこれもちゃんと通達してません、発表してません。でそのうちですね、韓国のタレントを仕事させないというのと、韓国のゲームを入れないというのは今でも続いています。もうだからどうでしょう、5年以上続いてるんじゃないですかね。ただそのですね、サード高高度ミサイル導入システムでですね、団体旅行を行かせないっていうのは確か去年あたり解禁しましたね。だから今最終島とかチェジュ島ですね、山のように中国人がやってきてですね、なんか不評を買ってますけど、その団体旅行の解禁もですね、どうでしょう、3年4年ぐらい続いたんちゃいますかね。なんでね、その1年ぐらいで日本の水産物の輸入禁止を発表してるんですよ。この韓国への嫌がらせは発表していないんですよ。発表せずにやるんですよ、奴らって。なんかこういやらしいでしょ。発表せずにやって、いたのをですね、解禁してるわけですけど、団体旅行はね、韓国への、日本への水産物は政府が福島第一原発の処理水をですね、汚染水とギャンギャン文句言って大キャンペーンを張ったんですよ。去年の今頃なんか大キャンペーンをしたんですね。もう日本の水産物はもうアウトでって、日本は海を汚してるって、世界中の海をゴミ箱にしたとかってですね、そういうことを言ってもらったんですよ。で大キャンペーンを張った挙句にですね、輸入禁止にしたわけであってですね、これをね、1年で撤回するというのはですね、自分たちが1年前にやってたキャンペーンは間違っていたというのと同じでしょ。認めるのと同じでしょ。だから本来メンツを大事にする連中としてはですね、考えにくいような政策変更なんです。でもそれをせざるを得なかったということについてはですね、いろいろ理由があるようでございまして、これはですね、昨日ですね、21日に時事.com に出ている記事でございまして、中国水産物禁輸で誤算、風評被害で反発拡大という記事がありますね。そんなに長くないんで読ませていただきます。中国政府が福島第一原発の処理水放出を理由に禁輸措置を講じた日本産水産物の輸入を段階的に進める方針を示した。一旦禁止している限りはですね、段階的にこう2でも解禁するのはですね、発表せざるを得ないですね。金融で対日関係が悪化した上、中国国内では水産物に対する風評被害の拡大により、さっき申し上げた通り、日本は世界の海を汚したって言ったわけですね。ということはですね、中国の海も汚してると、汚れてるということになりますよね。で中国の海で取れたですね、海産物はですね、やっぱり汚れてるから食べとないやんとみんな思うわけでしょ。すごいブーメラン。日本、中国国内では水産物による対する風評被害の拡大により漁業者が反発を強める誤算を招いた。政府は対日交渉を急ぎ事態収拾を図りたい考えだと。中国は科学的事実に基づき政策を調整する。じゃあお前ら1年前は科学的事実に基づいていなかったかほんまにと言いたくなりますよね。中国外務省の毛寧おばちゃんです。
よく出てきますよ。モーネイ副報道局長は20日の記者会見でこう強調した。すぐに日本産の輸入を全面再開するわけではないと説明したものの、日本政府関係者は中国は問題解決を急いでいると打ち明けた。中国は金融措置を当初対日外交で優位に立つためのカードと位置づけていたが、まあ、材料ですね。だが処理水を核汚染水と主張する中国に同調する国はロシアや北朝鮮など少数。一方台湾は輸入規制の緩和を決めた。こうした中、日本の対中感情は急速に悪化。今月18日には広東省深セン市で日本人男児が襲撃され死亡する事件も起き、日中関係がさらに冷え込むとの懸念が広がった。香港メディアは処理水問題をめぐり、日中関係の安定が地域の発展につながるとする専門家の見解を伝えた。国内経済への打撃も想定を超えた。当局は流通する海産物に独自の厳格な放射性物質検査を行っているとアピールしてきたものの、水産物を忌避する消費者は多く、つまりもう食べへんということですね。それはだって日本が世界の海を汚したって、海は汚れてんねみたいなことを言うて、大きい声で言うてきたわけでしょ。それは嫌やん。そんな共産党が間違うたこと言わへんねんもん。そうでしょ。海汚れてんねん、日本が世界の海汚したんやん、そしたら中国の海も汚れてるやん、そっから上がってきた魚食べたら僕ら放射能のかぶってしまうやん、病気になるやん、嫌やんと、そう思うでしょ。景気低迷で国民の当局に対する不満が広がっていることも今回の合意につながった可能性があるということで、この記事を終わっています。アホですね、中国って、ほんまに。なんかね、こう中国ってこういうことをやると大体失敗しますね。でもあまりにも政策変更が早かったんでちょっとびっくりしてますけど、まあ、要はメンツを捨てなければならないほどですね、国内事情がですねよろしくなかったんでしょうね。中国国内ものすごく庶民の不満が溜まっていますし、これ以上ですね、その余計なこう不満の材料を増やしたくないというのもあるんでしょうね。中国にも漁民いっぱいいますからね。漁民というか漁業関係者、漁業という産業はありますからね。で、昔に比べてね、中国人って、昔中国人ってあんまり魚食べなかったんですよ。だって中華料理に魚料理ほぼないでしょ。鯉のあんかけぐらいですね、僕が知ってるのはですね。あれはですね、鯉というのは淡水魚ですからね。海の魚を使った中国料理ってどうでしょうね。エビはありますけどね、エビはありますけど、それ以外ってそんなにないんちゃうのという感じはしますけど、ここ何十年かで急速に中国人もですね、魚を食べるようになってきたんですよ。例えばサンマなんていうのはですね、今中国の漁船がごっそりとあれ持っていくんですよ。だからサンマって焼いて食べるでしょ普通。あれをね、中国人覚えてしまったんですよ。あれ美味しいやみたいな感じで。それはそんなにね、こうびっくりするほど美味しくはないけど、普通に美味しいですからね、サンマの塩焼きなんていうのは。そうするとですね、漁業というのは一つの産業になってですね、で今回のですね、中国のですね、日本に対する批判キャンペーンでですね、海がすっかり汚れたイメージになってですね、海産物がですね、もう日本から輸入しているものが全くなくなったとしても、中国のものだけでも売れなくなったと。だからそういう 業界人が困っていると、共産党への不満になると。今はそうでなくてもそれらいっぱい不満があるのですよね。これ以上余計な不満をですね、庶民に持たせたらいかんということで、なしゃあないな、解禁しようかという、そういう流れでしょうね。アホですね。拳を振り上げなければそれでいいだけの話だったんですけど、下手に振り上げてしまったからですね、外交カードにもなりませんでしたね。おかげでですね、日本はですね、ホタテ業者が困ったかというとですね、一瞬困りましたけど、多分数ヶ月で回復したと思います。で、今後もう中国の業者には頼らないという体制になったと思うんですね。まあ、結局今回のですね、中国の水産物、日本の水産物輸入禁止措置も、結局中国の損害に終わったというアホな結果ですね。アホですね、ほんまに。はい、ということでですね、この G.com のですね、中国水産物禁輸で誤算、風評被害で反発拡大という記事ですね、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。